ウルリヒホンフッテンウルリヒホンフッテンは、ドイツの著作家、思想家、人文主義者、宗教改革期にカトリック教会を激しく批判した。現在のヘッセン州フルダ南西のシュテッケルベルク城、生まれで岸身分であった。ドイツイタリアの大学で学んだ。ラテン語の詩を書き、1517年、神聖ローマ皇帝マクシミリアン一世から警官詩人の称号を受けた。 ロイヒリンを擁護し、同志とイピステレイアブスコウユローラムビローラムを表した。この中で、聖職者の偽善、腐敗、貪欲さなどを辛辣に批判した。一時ルターを支持。また、フッテンの思想的影響を受け、反カトリック的な騎士階層がトリーヤ大使教竜を攻撃した。しかし、カトリック支持の諸公から反撃を受け敗退。フッテンは、チューリヒのツビングリのもとに逃れるが、 まもなく病死した。ありがとうございます。